も分散型になるのかな、これから。そう考えると耐えてくれ。どうかシンデレラの時にはループしませんようにと願うばかりでございますが、何かで冷やして、いや、さっき冷やして、でもう一回、今手元に保冷剤あるけど冷やしながらの方がいいよね。でもさ、その入れる場所がないっていうか、当てながら配信といってもこういう感じになっちゃうんだけど、いいのかな。ただいまです。下からアングル、保冷剤も重いからさ、なんか変な持ち方になってるんだけど、まあいっか、これで、これでどうにか耐えてくださるかな。 iPhone15 なんだけどな、私めっちゃ iPhone15 なんだけどな。ね、冷やすものないとなんだけどね、知ってるんだけどね、どう持つのが正解なんだろう。こうか。角をより実感できる場所。え、本当に最新機種だから、なんだっけ、iPhone15 がね、そう、配信も一苦労だよ。iPhone15 なんで、 iPhone15 なので。わあ、すごい、いっぱいバラが咲いてる、ありがとね。 iPhone15 だからさ、そう、水色だし、 iPhone15 の青かな。あ、待って、すごいよ、すぐ熱くなってくる。いやー、これはダメだ、ダメだこりゃ、ダメだこりゃ、あ、危ない。危ない、落とした。あ、危ない危ない、ダメだ、落としちゃう。今とても危機感を持ちました、危機感を持ちましたよ。ちょっと怖いぞこれは。本物、本物だよこれ、絶対本物なんだけどな。そう、天井に会えた、天井ですね。なんか、そう、今手持ちしてます。壊れるよ。そう、壊れそうで怖いんだよね。なんだなんだ、あれかな、なんかストレージの量が多いとかも関係するのかな。あんまりまだ言われたことはないんだけど、でもできれば、そうそう、できれば配信はシンデレラしたいので。頑張りますけれども、よかかってる、そう、よかかってます、今めちゃめちゃよかかってますね。そう、めっちゃ顔近くてごめんね、恥ずかしい。キャッシュ削除しようかな。そう、いやー、でも熱いね、ゲームの容量。確かに最近ね、あのつむつむをまた最近やっちゃって、つむつむまた最近やり始めちゃってやばいかもしれない。ケースで熱が、いや、ケースはね外してるんですね、残念ながら。松坂朝穂がいます。ケース外してるんだけどさ、難しいな。朝穂ちゃんです、朝穂ちゃんです、松坂サホです、松坂サホがいます。ここにはめっちゃ可愛いでしょこれ。あ、そう、今めっちゃ怖かった、お部屋が映り、全部映しそうで怖い。そう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 、ね、角をこう最大限に活かせたりできないかしらね。
さほちゃんとカード交換会をしていただいたのでカードをね。でお部屋も何とも言えない汚さだからまだちょっと嫌で写したくないですね。いやー暑いぞこれは。どうすればいいのか。なんかミニ保冷剤みたいなのが必要でしたね多分。今めちゃめちゃ普通に大きい保冷剤持ってきちゃってさ。いやーなんでだ、配信ってこんな大変なのか。そっか。で公園にもう一度出たいなーなんて思うけどどうかな。あ、え、待って、ちょうどさほちゃんの配信始まったよ。はあ、さほちゃんの配信始まったよ。画質落としてみる。どうやって落ちますか。画質を落としてみます。あ、ありました、低画質に。え、めっちゃ画質悪いね。なんかすごい、なんか 3DS で撮った風景みたいな。なんか笑ってるのか笑ってないのかもわからないぐらいだね。 3DS で撮った風景みたい。低画質でやってみてるんだけどさなんか 3D で撮った風景すぎないこれはなんかちょっと怖いよ。なんかもやがかかってるみたいなこれでさ少し冷たくなるんだったら私はこのままやるけれども、標準にしてみるとかどうかな。これが標準、あ、間違った、低画質にしちゃった。高画質だとまあいいのか。高画質と標準の違いが分かんないかもしれない。全然変わんない。これならいいかな。難しいわ難しいわ今ね標準にしてみた。高画質はいいんだやっぱ。そう配信難しいな。私ずっと配信が始まってからも配信難しいって言ってるのにさ、今になっても配信、あ、松坂佐保落としてしまいました。そう、あ、もう一回落としちゃった。そう、配信難しいって今も言ってるからさ、どうしようね。扇風機で冷やす。扇風機は多分手元にあるはず。どこにあるかなあ、あ、待って、立てかけられないからさ、やっぱ難しいですね。スマホ落としそうだからちょっと怖いからさ、一回イベントとかもさ、暑くなってすぐ配信がさ落ちちゃってさ、すごい思いだったんだよね確か。あれ、ここじゃなかったっけ、どこだったっけ、忘れちゃった。まあいっか。いやー、まあいっか、立てかけるか。いやーでも暑いか。え、まだ10分しか経ってない。それがすごい苦しいかもしれない。今まだ10分、10分ですぐこんなにも暑いんだ。これなら今私の手も安定してるし、安定した手だしちゃんと冷やせてるし、これならいいんだけど、めっちゃやっぱ下からすぎてちょっと私が恥ずかしいっていうか。あ、いいの見つけた、これでいいや。でも下から私はね今日シンデレラになるって約束したので皆さんと。なんか
髪もさ今日何もセットしてなくて、こんななんか寝起きですって感じだけど寝起きじゃないくて、下からアングルで本当私あのめちゃめちゃ下からってずっと言われてて、でやっと最近その下からアングルが治ってきたって思ったんだけど、また今日下からアングルで配信してます。いや信じられないの道のりは険しいね、本当に険しいよ険しいよ寝起きだとね皆さん声でも分かってくれるから、私はもう寝起きじゃないって堂々と宣言できますね。これなんだろう、なんでこんなに暑いんだろうか。ジューンジューンジューンジュルルルジュ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 ルどこにいたって何をしてたって僕は切れたりしない、おー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 泣いたしちゃったとうつむくな